はい、こんにちは。こんにちは。Be Ourselves代表の西村淳一と西村文子です。はい、こんにちは。こんにちは。はい、なんかもう週末の雪はものすごかったですね。ねえ、大変でしたね。皆さんのところはどうでしたか？うちもかなり降ってですね、車とかも完全に埋まっちゃったんですよね。ねえ、鎌倉みたいになってたよね。そう。だからもう、まあ最初はほっといたんですけど、まあどうしてももうそろそろ車出さなきゃまずいかなと思って、一生懸命掘り起こしたんですよね。うんうん、腰が痛くなっちゃって。ねえ、ひっぱき大変だったよね。ねえ、俺生まれて初めてじゃねえかな。本当にこの辺住んでる、本当28年ぐらい住んでる人もこんなに降ったことはないって言ってたぐらいなんで、本当にすごかったんだと思います。ね、1メートルぐらいね、降ったって話でね。で、まあ、なんとかこう、車を外に出してですね、道路走ってみたら、まあ、道路もやっぱすごいひどい状況で。ガッタガタ。べこべこ道。もう、なんか前から来る対向車が踊ってるかのようにこう来るわけですよ。テール振りながら。怖いよね。いつぶつかるかって。そう。私が本当運転してたんだけど、もうね、後ろがこうガクンガクン動くんだよね。動くたんびに、うん、おーおーとかって、もう、肝冷やすってこういうことかみたいな。うん。ほんと怖かったよ、マジで。うん。まあそんな中でもね、やっぱ、そう、ほっといたら道路ってやっぱ動かないわけで、こう、まあ皆さん雪かきをされてるんですよね。こう、手でスコップ持ってる人もいれば、なんか農作業機かなあれはな。ああいうの持ち出して、こう、雪をガリガリやってる人もいるわ、ショベルカーみたいなんだし、本当に重機をね、持ち出して、こう、雪をかいてたりね、する人もいて。すごいなぁと思って。協力するってこういうことなんだなぁっていうのをね、すごく実感した時だったなぁ。なんか、まあ、車の前をね、除雪車が走っていくと、こう、雪が全くなくなっていくんですよ。もう、これってすごいなと思って。ねさっき一車線しかなかったのが二車線になったぞとかって。ねえ、話してたんだよね。うん、すごいなって、なんか、ああいう重機を持ち出してる、やると、ものすごい勢いで雪がかかれていくって、本当にすごいことだなと思って。多分、本当にまあ、その、県とかがね、費用を予算出してやってるのもあれば、個々人が、あるいはこの地元企業さんが、そうやって協力して、なんか雪かきをしてるとかいうのがあるんだろうなって思って見てましたね。本当にこういう時にこそね、こうやって協力して、なんかやっていくっていう文化があるっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。ねえ、うちの前もこうね、すごい積もっちゃって足の踏み場ない出られないみたいな状況だったのをね、うん、ご近所さんっていうかまあなんか管理人さんなのかな雪をかいてくれて人一人が通れるぐらいの道をちゃんと作ってくださったんだよね、うん、あれを作るだけでまたね自分で雪かいてみて思ったけど、うん、相当大変だから大変じゃない。しかも雪降ってる中でやってくださってたから本当、ね、寒い中ね頑張ってくださったんだなって思ってすごい感謝だよね、うん、まあそのおかげで外出ることもできたしさ、うん、ねまあその日に肉まんを作ってたね、うん、まあ楽しかったからなんだけど配り歩いて皆さんにねありがとうっていう気持ちのもとを渡しに行ったんだけどさ、うん、なんかそういうつながりをすごい感じたなと思ってさ、あ雪が降ってんだけどあったかいよなこういうのが、うんうん、なんか本当つながるってこういうことですごくあったかくてこう和っていうのかな、うん、そういうのをすごい感じたなと思ってこの雪でね大雪でね、うんうん、なんかつながりってすごくあったかいもんなんだなって、ね、見ず知らずの人がさやっぱりか雪かきしてるんだけどそれでもなんかすごくつながりって大事だなって思いました。はい、本当にね、まあ、災害自体は本当に大変だったし、本当にその大変だったんですよ。だけど、まあ本当みんな協力してやってるのって、これいいなっていうのを思いましたね、改めてね。
はい、ということで、まあ、多くの人のね、温かさに触れた週末でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。